はい、どうもワイワイだと思います。本日はこのゲームをプレイしていきましょう。ザ・ラスト・リヴァイアさんというゲームで、これタコなんかな、新しいゲームではないんですけれどもね。ただちょっとなんかものづくりのゲームしたいなと思って調べたら引っかかったゲームでして、よく似たゲームで言うとビシージュかなんかいうゲームね、皆さんご存知でしょうか。私過去にプレイしたことあるんですが、それの海バージョン、目的としてはおそらく海賊とか、海のこのね、見た感じこう船とかを作っていって、自分でね1パーツ1パーツ組み立てていって、でそのできた船で戦うとか、そういったなんかストーリーをクリアするみたいな、そういったのがあるらしくって、ちょっと楽しそうだなということでプレイしたいと思います。では早速、クルセイドスでしょうかね、これでいきましょう。はい、4ステージっていうことかな。あ、14チャレンジ数って書いてますね。21チャレンジ、はあ、この時点でじゃあもう35チャレンジはあるってこと。これ多分こっちが開いていくのかなっていう気もしてますけどね。まあ何にせよとにかく左上から行ってみますか。はい、やってまいりました。これ作る画面でしょうかね。ここからまあ海賊時代というか海賊伝説の始まりじゃないですか。これ何なんでしょう。これ火事ですかね、多分。あ、これこうやってつけていくっていう感じのやつ。あ、なるほどね。はい。わかりました、わかりました。まあ、操作感はだいたい同じような感じですね。クリックで移動したり。目的が何なのかがちょっとわからないんですけど、あこに行けってことかな。あー、なるほどね。じゃあ、船を作って、運転してあっちまで行けばいいって、最初は。で、ここにあんのがブロックなんだ。こう他にもあるんでしょうか。あー、いっぱいありますね。あー、結構多いな、ブロック。え、これとか何これ。これ宝物じゃん。あ、宝物もあんの。あ、取るんじゃなくて。へえ。あと、気になったんここよね。パワーって書いてるんですけど、まあ、クラスとブロックして、ステアーかなと、パワー。まあ、わからへんけれども、とにかくちょっと作っていきたいね、まずはね、船を。わ、すごい、これみんな見て。下にもいっぱいある。うわ、ワクワクしてくるぞ、これは。うわぁ、どうしようかな。めっちゃ時間かかるんちゃいます、これ。え、これとかなんなんやろ。ムーブメントって書いてるから、多分これ、旗というか、あ、これ、あ、なるほどね。これで多分あれやろ、コントロールするものですよね、これ。違います？多分水流がこうね、右にやったらこう、どうか行くとか、まあ分からんけど、そういう感じのやつでしょうね。これとかは何やろ？ステッパーモーター。あ、モーターもあんねや。なんかあれはないんかな？お金みたいなものはないのかな？こっちが増えていってるけど、これなんか多分制限もあると思うんですよね。そこもちょっと知りたいな。うわ、すごい。武器もあるやん。武器がちょっと楽しみっすよね。え、これとかさ、ここら辺のやつとか、そのポイント書いてる415とか、ほら415って書いてる。2500以内にしなあかんのかな。あ、なるほどね。これ銃の向きとかも多分変えられそうなんで、これは後々楽しみですね。あー、どうするかな。まあね、ちょっと一番最初からこだわってもしゃないと思うのよ。ただこれから先にね、何十ステージで進めていくときに何が大切か言うたら、やっぱ基本形やと思うのよ。何でもそうやと思うのよ。だから基本ができて初めて応用を付け出すことができる。できるだけコンパクトで、できるだけ、まあ、移動とかもちゃんとできるような基本形っていうのを作ってみようか。これじゃあかん。じゃあ、まずは基本形やから、めっちゃコンパクトです。超可愛いない、なんか。でもこれ、動力がないのよね。でも動力があれば、まあ、言ってちょっとの動力でも、こいつやったらすごい移動できるんじゃないかなと思ってるから、こう、じゃあこうなるよね。え、多分こう向きが違う。向きが多分違うだけで、こうやったら大丈夫。風、後ろから風、だから、そりゃそうやろ。後ろから風を受ける。ほんで、これで、左右に動かすやろ。これ多分できると思うんだけど。じゃあ、こうプレイしてみよう。ん？あ、セーブか？オッケー。おお、始まった。お、WASD で動かせるってことね。了解。あ、でも、ちゃんと、いや、動いてる。ちゃんと動いてる。ほら、見て。めっちゃ速い。めっちゃ風受けるやん。あ、でもこれ良くない？すごい移動しやすいわ。ちっちゃいけど。これだから、ちょっと飛んで。ちょっと待って。なんで。え、なんで？船ですよね。そんなにこの風の力が強かったってしまった。なるほどね。動力は結構すぐになんとかなりそうやわ。なんで爆発したん？ちょっとごめん。よくわからん。なんで爆発したんですかね。あ、戻ってきた。はい。まあ、意見ごとはないけど、
ちょっとこの動力が強すぎたんかな。いやこれなかった場合、これなかったらさすがにでもまずあかんよな。ごめんみんな、はっきり分かったわ何が足りひんのかって。安定性やわ。あまりにも小型すぎるってことで安定に欠けてんねん。だからまあ言うたらいろんなとこから風ってくるからね、その一方向に対しての方向っていうのを決められなくなってしまう。それをやっぱ改善したらこうちゃう。いやでかすぎ。そのさもう母体より大きなってますよ。いやでもわからんよみんな、これ何ノット出るか行ってみましょう。よーい始め。いいよいいよいいぞ。何ノット出るかってこれ出るんじゃん、スピード。あれ出た、さすが。これいいわ。おお行くね行くね。うわ地球が丸く見えるね。何があかんねやろ、ちょっと分からへんな。こんなにちゃんと作ってるのにな。これさ、ちなみにさ俺セーブしたけどさ、こう最初になんか置いてあるやつあんのよ。これちょっと一回見てみる、参考までに。これ何これ、すげえやん。これちゃんと動くの。いやこれでも浮くんちゃうかと思うけどな俺。浮かへん、動かしてみます。うわすげえすげえ安定感や。これはすごいわ。あなるほどね。でもこのマストって俺の使ったマストよなっていうことですよね。あーこのあお何これ、あすげえ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 、こうやって撃てんの。多分狙いの方向は関係ないけどクリックすることで、はい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 、横に撃つこともできるんだ。こっちはこっちは、あこっちにも撃てんねや、すげえ。まあでもダサくかな。うん、ちょっとごめん、こんななんかあのゴテゴテしたのやっぱりなんてシンプルっていうかな、デザインっていうものを履き違えてるっていう気がするよね俺からすると。あ分かった。みんな分かったわ。やっとごめん、やっと息づいた一番最初。ごめんな、なんかみんな時間取らせてごめんごめん。ちょっと俺の頭悪かった。安定感を持たせるということね、で重量も少し持たせるということが必要やってことが分かった。なるほどね、はいはい、できた。ターゲットマン、これね、あのちょっとごめんなさい、僕の、ね、今アイディアがもう浮き、アイディアが止まらないんですよ。やりたくてやりたくて。でもそのうちの一つの発想としてこんなものを用意してみました。まあこれはですね、あのまあだからとにかくね、まあ水の上に行くわけじゃない、で波っていうものがねどうしてもこれ出てくるじゃない、こういうやつね。でこの波を抑えるためにどうしたらいいのかなっていう発想に至った時に、ブロックもある程度置かないと、まあ、重力的なもので上に浮いていってしまうっていうのもあるけれども、ここでね紐で繋いでるんですよこれ。でこの紐で繋いでるのがどう動くかは、まあ、見たことないかわからないんですけど、真ん中と外を分離しておりますよって、まあ、だからなんていうのよ、波をこれで止めてしまう、こっちでバーンって当たってこれがうわグワングワンってなったとしても、まあ、ここの部分には影響しないわけじゃない。でもちろんしっかりねこの下の部分にはあの操縦するものもつけてるし、上にマストもつけてるから、しかも重力はなんとか多分重力っていうか重さに関しても多分、まあ、大丈夫やと思うんですよ。均衡は取れてると思いますんで、多分これでいけると思うんですけどね。まあ一回行ってみましょうか。よーはじめ、よしいいぞ。全然そのあれ俺が思ってた感じじゃないんですけど、まあ一回こう上に前に動いてみる。よし行け。あれ全然動かへん、どうしよう。あ何こういうことを言ってる、もしかして。あでもこれめっちゃいいかもな。向こうから来た風がこっちに受け止めてこう左右に流すことないもんな、こいつやったらな。あこれいいかもしれない。あいいんじゃないいいんじゃない、行ってみますよ。じゃあ動かしてみましょう。なんかここでね、なんかこれが動いとるんですけど、ゴー。あれあ多分分かったわ、これね外につけても意味ないんだわ。だから多分そうやな、じゃあこれ中マストにしようか。これちょうどほらバランスはめっちゃ良くない、ここの多分ねこいつに隣接してるブロックというかじゃないとあかんちゃうかな。とすればこれもあかんのかな、こことかの方がいいんかな、こことかに。じゃあちょっと一回4つこうやって置いてみる、これでいってみましょうか。よーい始め。ほらちょっとマスト動いてるやろ、これでいけるじゃん。あちょっと進んでる気がする。あ進んでる進んでる、なんか風の方向が違うけど、あでも進んでる進んでる。いいぞ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 、これ回るもんな。あ曲がる曲がる、ここ曲がってるよね。よし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 、いいぞ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 、いいぞ。っていうかめっちゃ遅ない。あそういうことか。あー
あ、ちょっと俺ごめん勘違いしてたわ、海っていうものを。だから海の波ね、こう波とかあと風とかそういうの読もうっていう、そういうのじゃないんだ、やっぱ一緒になろうってそういうことなんちゃう。できた、黒潮丸。これはね、すごい僕本当に、あ、天才だなって思ったんですよ、僕自分で。じゃあ聞いて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 、これちゃうねちゃうね、聞いて、このなんか波を味方につけてしまえばっていうことなんですよ。でそのまあ発想に至った時にね、まあ、これまあ一応黒潮をモチーフにやったオリジナルなんですけど、波を、まあ、風とかじゃなくてね、波で動きたいっていうことがあって、ここにね初めてこのプロペラを用意してるんですよ。これがどう動くかは僕わからないんですけど、ただ、まあ、下にちゃんとね、ほら、この舵取るやつも用意してますんで、作用に効くかな。だから、一応海抜0メートルはここの予定ですんで、僕の中で。はい。ただ、下からこう上に上がろうとする、もしかしたら若干バネチックにもなるかななんて、まあまあいいじゃないですか。まあ行きましょうか、じゃあ。行きますよ。よーい。スタート。そう、そう。あ、いいっすね。いい。いけ黒潮丸、その力を見せろ黒潮丸。いやもう波の音もなくなったしさ、こんなのさ、ちょっとこれさ、くっつけてもええ、くっつけさせてもらうわ、ほんなら。黒潮丸なんていう奇抜な動き、黒潮丸です。ごめん、全然俺悪い、止まらへんで。俺ちょっと次はね、新しいパーツも使ってみたいと思うんだけど、まあ、転ばないっていうことがやっぱ大事、何よりも。今のと進歩してるじゃない。え、みんな何を見てるのか分からないけど、進歩してるじゃない、横転しないじゃない。だからそういうことなんですよ、それを目指してきた。やっぱできた、ボール。もう名前が船じゃないんですけど。これね、だから横転っていう概念を覆してるっていうのが僕の一つの進歩なんですよ。横転は絶対にしえないんですよ、だってどこも上も下もないんですよ。ちょっと待って、マジでアコ行くまでに1時間半かかってんのはまずいから、ちょっと攻略にかかるわ先に。もう要するにこういうことでしょうね、こういうことやと思うんですけどね。まあこれね、こんなちょっと細かいところもね、これなんか斜めってるブロックもあったりして、結構これ美的にもね綺麗に作れるんじゃないかなと思ってるね。これ楽しみですけどね。まあこれで始めていきましょうか。よし、ゴー。いいんじゃない多分。だいぶしずはははは。ちょっと待って、ワンチャンある、ワンチャンある、まだワンチャンない。あかんわ、うせやん。え、何、ちょっと待って、予想外、普通にクリアすることもできないってこと俺には。え、ここが重いんかな。え、ちょっと分からへんねんけど、じゃあこれ一回何回かチャレンジしてさ、あ、これならいける。あ、なるほどね、下の部分が重かったんか。でも舵取るのにどうしても必要やから、こうしようか。これここちょっと削りましたけどね、これでいきましょうか。よし、ではいきます、スタート。どう、ナイス、まず浮いたな、第一浮くな、浮くせよ。ナイスナイスナイス。あ、でも結構早っ。あ、なるほどね、 W をこれ、あ、ずっと押しとかなくてもいいんだ。はい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 。でもほら意外とゆっくり進んでるし、いいやん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 。これここのアクセルの部分をハーフに今してるんですけど、ハーフぐらいでちょうどいいかもしれないね。ちょっとなんかまだバランス感覚悪いけどな、重量がないからな。でもまあなんとかなんとか、やっと1時間37分動きました。イエーイ、やったー。お、デストロイターゲットブロックス。はい、デストロイターゲット、え、終わりじゃないんですか。え、どういうことですか、デストロイターゲットブロックって。あ、まだこっから何かが始まるんですね。あれ、どうしよう。お前これパート数48とかになると大丈夫か。え、これを潰す1個でもいいんですか。じゃあでも ウェポンを置かないといけないね。じゃあなんでこんな、え、なんで潰すって。お前、え、めっちゃむずいんちゃうかそんな。じゃあこれ置いてみるか。これトリプルミニキャノン置いてみるか。あ、いいやいいや、かわいいかわいいかわいい。トリプルミニキャノン、こう左右にこう置いてみようか。え、これでまずなんとかできる。まあ、一回やってみようか。こうやろ。ちょっと待って。おお、なに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 。
ちょっと横転してしまうのが、だからターゲットの数がめちゃめちゃ多かったと思うのよね。高さ的にも足りひんかったと思うねんけど、ちょっと一回まずこれをこう変えてしまうから、どうしてもちょっともうちょっとだけ安定性だけ保つわ。ちょっとごめん、マジでやばい、焦ってきた。これちょっと一回これでプレイしてみていい？で動くかどうかだけ確かめてみようか。まずこれで、あー結構安定性良くなったかな。うん、安定性良くなったね。全然違うわ。オッケー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 。まあマストこれにしといて、問題はこっからだからどう武器で対抗するかなんですけど、まあ多分でもガトリングで問題ないじゃないの。え、ダメなんかな。まあ一回ここにこう3つ3つで撃ってないからさ、まだで一回試してみようか。ていうかこれパート1なんか、これいくよ。はい、まずこれやろ。でここでスタートアクチュアリーにしてスタートってするやろ。ほんでもう一回これいくやろ。ここでやん。これをこう押していいの俺。こうか。ん、え、どういうことどういうこと。ここ、あ、なんかまわ、え、あ、待たなあかんの、ちょっと。あー、はい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 。お、あ、いやんいやんいやん。ちょっと待って、ってことはさ、ってことはあっちのやつは潰せるんちゃう、少なくともそんな気はすんねんけどな。これどう、これなんとかなんとかあれに当ててくれまだやったやったこんなに頑張ってあの一番低いとこやで。え、こんなん俺無理やと思うねんけど。ちょっと待って、みんな、なんかボタンを押したら、あ、あー、こんなんあんのか。これは知らんかったわ。そりゃそうなりゃ簡単でしょうよ。これが FPS モードって言うんですって、皆さん。で、あの今は私1番押しました。なんかね、ボタンによって違うのかな。あ、3番押したら後ろ行ったりするのね。はい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 、今ちょっと英語読んでたんですよ。なるほどね。いや、よかった。いや、無駄に時間かからんでよかった。俺これ無理やったらもうあれやからな。これ同じ、全く同じ山をここに建てるとこやったからな、言ったら。わかる、言ってること。だからこれ一応よかったけど、同じ高さのこれやったら低い高い低い高いみたいな胸を作ろうと思ってたもん。あ、これ行ってみる。あれ当たった。あ、惜しいな。よっしゃ、当たった当たった当たった。どう。めっちゃ時間かかったんやけど。マジでめっちゃ時間かかった。え、これステージ1の1ですよね。さあ、ということで、今回はこの辺にしておこうと思いますけれどもですね、あの非常にまあ面白いな、久しぶりにやっぱこういう作る系やったら面白いなと思わされる反面ね、もしかしたらかなり長くなるかもしれないの、これ皆さん覚悟の上でね見ていただきたいと思うんですが、どうやら次はですね、皆さん多分あれは海戦じゃないかなと思うんですね。海のど真ん中でね、まあ、打ち合うんやと思うんですよ。まあ私が今回初めて知ったこの FPS モードっていうものを、まあ、これを使って倒してもいいですし、また違った倒し方、そういうのも狙っていきたいからね。と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回もご覧ください。お疲れ様です。